今回はスタンドアロンでも PCVR でも使えるピコの最新機種ピコネオ3リンクをご紹介します。皆さんこんにちは、ミスター VR です。ピコネオ3リンクの一番の特徴はスタンドアロンでも使えるオールインワン型であって、さらにパソコンと接続することで PCVR としても楽しめるという点です。接続はディスプレイケーブルをつないで有線接続でもできますし、 Wi-Fi でワイヤレスでも接続することができます。そして付属品が充実しているにもかかわらず、価格は 49,280円と比較的手に取りやすい価格になっています。今回6月24日に発売されたこちらのピコネオ3リンクの実機を使ってスペックや体験レビューなど徹底解説していきたいと思います。まずは今回のピコネオ3リンクが過去の機種と比べてどのように進化したのかが分かるように、これまでのピコの機種を振り返ってみます。ピコから初めに登場したのは2016年でピコネオ DK という機種が発売されます。これはスナップドラゴン820を搭載した世界初のスタンドアロン機種となっています。2017年には 2.5K 解像度のピコゴブリン、また初めて量産型の6ドフのスタンドアロンでもあるピコネオも登場しています。2018年にピコ G2、 その次がおそらくこの機種が一番馴染み深いと思います、ピコ G2 4K が2019年に登場します。一応こちらにある機種ですね、これは個人的に以前から持っていたものです。この機種は Amazon でも販売されていて評価も多くついていますので、それだけ人気だということがわかると思います。その他にも自分はラムタラなどのビデオショップで見かけたことがありますね。もしかすると皆さんも見かけたことがあるかもしれませんね。その名の通り解像度 4K の高解像度ディスプレイが搭載されています。そしてスタンドアロンで 276g とかなり軽量になっています。ゲームもプレイできるんですが 3DOF なので動画再生で使用するのが最適かなと思います。その後2020年に 4K 解像度のスタンドアロンで 6DOF 対応のピコネオ2、アイトラッキングが搭載されているピコネオ2i が登場します。この機種は過去自分の動画でも登場しました。先端デジタルテクノロジー展で展示されていたのを体験したことがあります。2021年にはピコネオ3とピコネオ3プロ、ピコネオ3i が登場しています。ピコネオ2シリーズとピコネオ3シリーズの違いは見かけは結構似ているんですが、細かい部分でアップグレードしています。そして今回のピコネオ3リンクはピコネオ3と機能性はほとんどそのままに、パソコンと接続して PCVR としても使える機種となっています。ピコネオ3リンクの基本的なスペックはこちらになります。解像度は 3664×1920、 視野角は98度、ディスプレイは液晶、リフレッシュレートは最大 120Hz、 CPU はスナップドラゴン XR2、 ストレージは 256GB、 同交換距離は3段階で調整が可能です。トラッキングは 6DOF で、本体前面の4つのカメラでトラッキングを行っています。コントローラーも付属していて2つこのような形になっています。本体の重さはヘッドストラップを合わせて 642g です。ヘッドストラップの後頭部のここの部分にバッテリーが内蔵されているタイプになります。パソコンとの接続はディスプレイケーブルをつないで有線でもできますし、 Wi-Fi でワイヤレスでも接続することができます。これが嬉しいポイントなんですが、このケーブルは初めから付属しているので別途購入する必要はありません。長さはこれ5メートルあるので十分な長さだと思います。その他にもメガネスペーサーや鼻パッド、ミニディスプレイアダプターなど豊富なアクセサリーが付属しています。さらにヘッドストラップは初めからゴムバンドのようなものではなくて、このようにしっかりプラスチックのものが付属しています。これだったら着用した時のホールド力も良くて着用感も良さそうですね。このスペックと付属品で価格が 49,280円ですので、他のヘッドセットと比較すると分かると思うんですけど、結構お手軽な価格ではないかと思います。ピコネオ3はスタンドアロンでも遊べるわけなんですが、何のゲームタイトルが遊べるのかというのは気になる点ですね。ピコストアでは現在100以上の VR ゲームが用意されています。どのゲームがあるのかは今回一覧ではお見せすることはできないんですが、結構ビッグタイトルが揃っている印象です。一部紹介すると、スーパーホット VR やアフターザフォールなどのおなじみのゲームが多くあります。
ストアには随時タイトルが追加されるようです。今回その中から3つのタイトルがプレゼントされるというキャンペーンをやっています。発売日の6月24日から7月24日までにピコネオ3リンクを購入してピコストアアカウントを開設すると3つのタイトルがプレゼントされます。またパソコンとつないで PCVR をプレイすれば SteamVR のコンテンツも遊べるようになります。SteamVR には6000以上の無料の VR ゲームや高クオリティの VR ゲームも多くあるのでさらに楽しむことができます。そして今年の夏には 3D 映画が楽しめる PicoVR がリリースされるようです。それではピコネオ3リンクの実機を詳しく見ていきましょう。外装は全体的に白色ですね。前面の下半分が黒色になっているのが特徴的です。結構高級感があって洗練されたデザインだと思います。通気口もあるというのがいいですね。ファンが動いている時は通気口のところから音がしてくるのでしっかりと役割を果たしていることがわかります。ボタン類を見ていきます。本体上部に電源ボタンがあります。その隣に充電ケーブルの差し込み口があります。こちらはディスプレイケーブルの差し込み口になっています。形状は充電ケーブルの差し込み口と同じくタイプ C なんですが、ここはパソコンと接続するときに使用する差し込み口です。キャップがついているので間違えて差してしまうことはないと思います。そのすぐ隣にネジ穴みたいなのがありますね。ここはディスプレイケーブルが抜けてしまうのを防ぐために固定するためのネジを取り付ける穴になっています。ディスプレイケーブルにあらかじめネジがついているのでそれを取り付けます。ドライバーも元から付属しているのでその点親切ですよね。本体の側面にはいくつかボタンがあって、上からアプリボタン、決定ボタン、ホームボタンです。コントローラーを手に取らなくてもいくつかの操作ができるのでこれは地味に便利ですね。底の面には音量ボタンとイヤホンジャックがあります。本体の内側のレンズ側を見ていくと同交換距離の調整メモリがあります。これに合わせて3段階で調整することができます。フェイスクッションは取り外し可能で必要に応じて洗うことができます。鼻の部分には付属の鼻パッドを取り付けることができます。取り付けるにはフェイスクッションを取り外した状態で鼻パッドを取り付けます。鼻パッドを取り付けることで鼻の隙間から光が遮断されるので没入感が良くなります。コントローラーの形は一般的なヘッドセットに似ていると思います。違うところといえば握る部分が少し長いこととボタンが1個多いことです。ホームボタンの他に戻るボタンがあります。前の画面に戻るときや特定のアプリで他の機能として設定することができます。電池は単三電池を2つ使います。実際に着用してみましょう。とりあえず頭頂部の調整をします。長さは2段階で調整することができるようになっています。ここの部分はかなり伸びやすい素材なのでフィットしやすいと思います。ヘッドストラップが上に90度持ち上がるので楽に着用できます。そしてフェイスクッションの部分は伸縮性のある素材が使われているのがいいですね。これで圧迫感を感じにくいと思います。ストラップの締め付けは後頭部のダイヤルを回して調整します。着用してみると後頭部にバッテリーがあることで重心が中心になりヘッドセットの前後のバランスが良くなるので重さをあまり感じにくくなることがわかります。それでは実際に使ってみます。実際にゲームをプレイした時の感想なんですが、ゲームをプレイしていても動作が重くなることもなく良好でした。トラッキングも飛んだりすることもなく正確にトラッキングしてくれます。音質については若干こもっているような印象があるんですが、 3D 立体音響にも対応しているのでイヤホンなどを使わずに快適にプレイすることができます。ゲームのプレイの様子はスクリーンキャスト機能を使用することで
別の端末に映し出すことができます。キャスト先はスマートテレビとウェブブラウザ、スマホがあります。これで VR ゲームのプレイヤーだけでなく、ヘッドセットをかぶっていない人同士でも楽しむことができます。長時間ゲームをプレイしてみて、かなり安定的に動いていますし、問題点も全くなかったんですが、特にいいなと思ったことが2つありました。1つは長時間プレイでも疲れにくいということです。その要因としてフェイスクッションがただふわふわなだけでなくて、外側に広がるようになっていて、可動領域が広いということがあると思います。これがあって顔にかなりフィットする感じがあります。フェイスクッション全体でピタッと顔を覆ってくれるようなイメージですね。フェイスクッションの快適性で言えば、他のヘッドセットと比べても一番いいと言えるかもしれません。また他のヘッドセットと比べて深く被れるということがあります。ピコの場合はいいポジションはこのあたりなんですけど、他のヘッドセットだと少し上目で着用するのがいいポジションになるんですよね。ただこの状態だと頬骨のところに本体の重さが乗っかかってくるので、若干疲れるというか負担に感じるんですよね。ピコの場合は完全にこのように深くまで被れるので、頭の上の部分と前面の広がっているフェイスクッションと後頭部の広い接地面でちょうどいいバランスで支えているような感じになります。さらに前後の重量のバランスがいいわけですよね。他のヘッドセットを長時間使っていると微妙に位置がずれてきたり不快になってきたりで、一回外して髪の毛をかき分けてポジションを決めて付け直すということをたびたびやって煩わしいなというのがあるんですけど、ピコではフェイスクッションのおかげか付け直す頻度がかなり減りました。今回貸し出しいただいて、いろいろと VR ゲームがプレイできたので、この機会にと思って手当たり次第プレイしてみました。その上でやはり長時間のプレイでも他のヘッドセットと比べると快適だと思いましたね。使い終わった後の顔の周りの負担がほとんどないですね。ピコを使った後に他のヘッドセットをかぶってみると、あれこんな不快だったっけと思ってしまうぐらい実感できましたね。2つ目はコントローラーの電池の持ちがいいということです。コントローラーの電池は単三が2本必要ではあるんですが、その分持ちはいいです。コントローラーの手持ちの部分に残量のメモリが表示されているんですが、結構プレイしてもほとんど減る気配がありませんでした。ちなみにヘッドセット本体の充電の持ちは他のヘッドセットと体感的には同じぐらいだと思います。画質についてですが、ピコネオ3リンクの PPD は 19.6 となっています。実際体験してみると PPD が同じ数値ぐらいの他の VR ヘッドセットと比較しても同じぐらいの綺麗さですね。視野角についても同じように他の98度前後のヘッドセットと同等の見え方です。ディスプレイは液晶で、スクリーンドア効果も特に目立たなく良好です。ここからはピコネオ3リンクの重要な特徴でもある PCVR 接続についてです。付属のこちらのディスプレイポートケーブルを使って本体とパソコンを接続することで、画質劣化のない最高品質の PCVR を低遅延で楽しむことができます。 PCVR をプレイするには、あらかじめピコリンクソフトウェアと SteamVR の事前インストールが必要です。ピコリンクのソフトはピコの公式ウェブサイトからダウンロードできます。インストールが完了したらアプリを起動しておきましょう。ケーブルの接続を行います。ヘッドセット側は前にも説明したようにディスプレイポートの差し込み口に挿します。そして専用のネジで固定します。固定しておけばプレイ中に抜けてしまうという心配はありません。パソコン側はディスプレイケーブルと USB ケーブルを挿します。ヘッドセット本体に電源も供給されるので長時間プレイでも問題ありません。うまく接続ができていればピコリンク上で接続されましたという表示になります。接続時の画質やリフレッシュレートの設定も行います。ネット環境やパソコンのスペックによって調整するといいと思います。この状態になれば SteamVR が起動します。かなりシンプルな操作画面なので難しいことなく接続できるかと思います。画質については PC 接続だと一般的な VR ヘッドセットでは画素が落ちることが多いんですが、ピコでは画素が落ちずに
綺麗な映像で楽しむことができます。遅延についても体感的には全く感じることなく、問題なく Steam VR を使うことができました。実際プレイしてみると、ケーブルがネジで固定されているのは抜けるのではないかという心配をしなくていいので、より良さを感じましたね。もう一つの接続方法として、 Wi-Fi 経由で無線でも接続することができます。無線も同じネットワーク内にあれば、あとは PCVR の方法と同じように起動することができます。有線も無線も同じメニュー内で選択できて、何よりシンプルなので使い勝手はいいと思います。無線接続ではケーブルの煩わしさが全くない状態で PCVR を楽しむことができます。どうしても有線接続と無線接続で比較すると、有線では画質がいいんですが、やはり無線だと若干画質は落ちてしまいます。また遅延も若干あるんですが、無線でこれだけの品質でプレイできるのであれば十分に感じました。有線でプレイするか無線でプレイするかは、プレイするコンテンツによって変えるのがおすすめです。画質重視のゲームでは有線でプレイして、激しい動きが必要なゲームでは無線でプレイするといった具合です。ピコネオ3リンクの特徴をまとめました。一つはスタンドアロンでも PCVR でも使えるということ。二つ目は付属品が充実していること。三つ目は価格が 49,280 円と比較的安いこと。4つ目は着用感がいいこと。この4つが特にいい点だと思いました。スタンドアロンでのゲームタイトルがある程度限られてしまうということはあるんですが、この価格でこの充実度ですから、満足度はかなり高いのではないかと思います。アクセサリーがあらかじめ一通りセットで付いているのがいいなという方には特にお勧めしたいですね。今回はピコネオ3リンクをご紹介しました。Amazon の購入ページは概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。その他6月24日から7月24日までにピコネオ3リンクを購入して、ピコストアのアカウントの新規開設で3つのタイトルがもらえるキャンペーンについては、こちらも要チェックです。それでは今後も VR に関する情報をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。Twitter でも最新情報をつぶやいていますので、概要欄からフォローの方をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。